ゼレンスキー氏の核武装発言は危険な挑発、プーチン氏。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は18日、ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領が北大西洋条約機構 NATO に加盟できなければ核武装する可能性を示唆したことについて危険な挑発だと非難した。ゼレンスキー氏は17日、欧州連合 EU 首脳会議でウクライナは自衛のための核兵器を保有するか何らかの同盟を結ぶ必要があると述べた。これに対しプーチン氏は新興5カ国 BRICS の記者らとの会合で危険な挑発だ、この方向に一歩でも踏み込めば相応の対応に直面するだろうと警告。現代世界で核兵器の製造は難しいことではない。今のウクライナにできるかどうかはわからない。今のウクライナにとってはそれほど簡単ではないが、一般論として大きな困難はないとの認識を示した。ゼレンスキー氏は18日テレビ放映されたインタビューで自身の発言について、ウクライナとしては世界に対する脅威や核兵器を生み出すつもりはなかったと釈明。ソ連崩壊後にウクライナが核兵器を放棄したことについて、ドナルド・トランプ前米大統領と交わした会話に言及したものだったと述べた。ウクライナは1991年のソ連崩壊に伴い世界第3位の核兵器保有国となった。だがその3年後、ロシアと米国に安全保障を確約され、核兵器を放棄。ブダペスト覚書として知られるこの安全保障は、署名国がウクライナ及びその他の旧ソ連構成国の領土保全と独立を尊重することを求めている。ゼレンスキー氏は18日、ウクライナはブダペスト覚書に基づき核兵器を放棄したにもかかわらず、安全保障も領土保全も得られていないと訴えた。さらに、ウクライナは核の傘を取り戻そうとしているわけではなく、NATO 加盟を望んでいると主張。我々は平和国家だ。現在では NATO がどんな兵器よりも優れている。特にこのような脅威となる兵器よりも、と訴えた。深刻な問題だ。米国防長官、北朝鮮軍がロシアに派兵された証拠を確認したと発表。かなりの規模か。アメリカのロイド・J・オースティン国防長官は2024年10月23日、ロシアに北朝鮮軍が駐留していることを確認したと発表しました。国防総省のプレスリリースによると、北朝鮮がロシアのウクライナ侵攻をどの程度手助けする準備をしているかどうかは不明ですが、北朝鮮軍がロシア国内にいることは確実とのことです。オースティン国防長官はイタリアのローマで行われた記者会見で、これまでも北朝鮮がミサイルやロケット弾、車両などを提供していたことを受け、北朝鮮はロシアの公然たる同盟国の一つである。これは次のステップだと指摘しました。さらにオースティン国防長官は、もし彼らが共同交戦国で、ロシアに代わってこの戦争に参加することであるなら、それは非常に深刻な問題だと明かし、本格的な派兵を北朝鮮が行った場合は、その影響は欧州だけではなく、インド太平洋地域にも及ぶだろうと見解を示しました。なお、ロシア領内で北朝鮮軍が訓練しているとされる衛星画像などはすでに韓国の国家情報院 NIS が公開しており、特殊部隊の隊員を含む約1万2000人の北朝鮮軍がウクライナの戦場に投入される可能性があることが指摘されています。プレスリリースによると、北朝鮮がロシアのウクライナ侵攻をどの程度手助けする準備をしているかどうかは不明ですが、北朝鮮軍がロシア国内にいることは確実とのことです。オースティン国防長官はイタリアのローマで行われた記者会見で、これまでも北朝鮮がミサイルやロケット弾、車両などを提供していたことを受け、北朝鮮はロシアの公然たる同盟国の一つである。これは次のステップだと指摘しました。さらにオースティン国防長官は、もし彼らが共同交戦国で、ロシアに代わってこの戦争に参加することであるなら、それは非常に深刻な問題だと明かし、
本格的な派兵を北朝鮮が行った場合は、その影響は欧州だけではなく、インド太平洋地域にも及ぶだろうと見解を示しました。なお、ロシア領内で北朝鮮軍が訓練しているとされる衛星画像などはすでに韓国の国家情報院 NIS が公開しており、特殊部隊の隊員を含む約1万2000人の北朝鮮軍がウクライナの戦場に投入される可能性があることが指摘されています。ウクライナ精鋭旅団クルスク州で捕虜処刑のロシア軍部隊を七送りに、北朝鮮部隊も待ち構える。ロシア西部クルスク州でウクライナ人捕虜を処刑したロシア軍第155独立親衛海軍歩兵旅団の戦争犯罪者に対する復讐作戦の1週間で、ウクライナ軍の第36独立海兵旅団、第47独立機械化旅団、第82独立空中教習旅団、第95独立空中教習旅団の4個の旅団チームは、犯行現場付近の幹線道路の短い区間を、元ウクライナ内相顧問のアントン・ヘラシチェンコに言わせれば、死の道に変えた。第155海軍歩兵旅団の部隊は今月10日ごろ、クルスク州でウクライナ軍が支配する都市部の西の端にあるゼリョーヌイシュリャフという小さな集落で、ウクライナ軍のドローン操縦士チームを制圧した。その際、捕虜にしたドローン操縦士9人を下着1枚にして地面に伏せさせ、銃で撃って全員を殺害した。数日のうちにウクライナ軍の精強な軍勢が第155海軍歩兵旅団の部隊を執拗に追跡し、待ち伏せ攻撃を仕掛けるようになった。敵兵を捕虜にしようとはしなかった。18日には第95空中教習旅団が第155海軍歩兵旅団の装甲車両数量を追い詰め、ドローンや戦車、ミサイル、地雷で撃破した。第95空中教習旅団はロシア側の BTR 装甲兵員輸送車3両の撃破と人員30人の殺害を報告し、敵を地獄にテレポーテーションさせたと戦果を誇った。復讐作戦は過去1週間にエスカレートした。1ヶ月半ほどの休息と再訓練を終えたばかりの陸軍第47機械化旅団は、ゼリョーヌイシュラフから数百メートル北の村ノボイーバノフカで第155海軍歩兵旅団を攻撃した。 M1 エイブラムス戦車と M2 ブラッドレー歩兵戦闘車がペアを組み、それぞれ120ミリ滑空砲と25ミリ機関砲でロシア軍陣地を砲撃した。ウクライナ海兵隊の第36海兵旅団は南から攻撃した。同旅団の第501独立海兵大隊は T-64 戦車と M113 装甲兵員輸送車の渋滞でゼリョーヌイシュラフに進撃し、移動中のロシア軍車両を粉砕した。さらに空中教習軍の部隊が西から攻撃し、ゼリョーヌイシュラフを通る道路の一つに地雷を敷設していた第155海軍歩兵旅団の工兵7人を殺害した。これらの攻撃の結果、ロシアの海軍歩兵らによるウクライナのドローン操縦殺害から2週間後、ゼリョーヌイシュラフを貫く幹線道路に数千万ドル相当の破壊されたロシア軍装備の墓場ができた。アナリストらはこの集落内やその周辺でロシア軍の装甲トラックや装甲兵員輸送車、戦車少なくとも計17両が破壊されているのを画像で確認している。ウクライナ側はこれまでのところ一連の反撃で装甲車両は失っていないようだが、だからといって人員を損耗していないわけではない。20日第36海兵旅団の海兵隊員9人は負傷者を護送中、ゼリョーヌイシュラフのすぐ西でロシア軍部隊に包囲されて窮地に陥り、友軍に対して自分たちのいる陣地への砲兵射撃を要請せざるを得なくなった。エストニアのアナリスト、ウォートランスレイテッドは、奇跡的にも9人全員が生き延び、脱出を果たし、さらに負傷者を運び出すこともできたと伝えている。第155海軍歩兵旅団は、
自らの戦争犯罪に対する罰として、復讐心をたぎらせるウクライナ軍部隊によって壊滅されつつある。ただ、同旅団をはじめ、クルスク州で困難に直面しているロシア軍部隊には援軍が来ている。総勢数千人とも見られる北朝鮮軍部隊のうち、第一陣がクルスク州に到着したと報じられている。